風早八十82風早八十二82から1989年6月18日は日本の法学者、弁護士。専門は刑事法、社会政策。衆議院議員。岡山県筑母郡山手村出身。1922年東京帝国大学法学部卒業。日本の刑事法学において、 罪刑法定原則復活の重要性をいち早く唱えた。ベッカリーアの普及の名著、犯罪と刑罰の簡約を成し遂げたことで有名である。日本における新派刑法学の巨頭、牧野英一の刑法研究室の助手になるも、施設から離れ、日本における、いわゆるマルクス主義法学の先駆者の一人となる。1924年から2年間、刑法、 刑事学の研究のために、フランス、ドイツ、イタリア、イギリスに留学。帰国後、九州帝国大学の助教授に就任。1927年4月、九州帝国大学の初代刑法、刑事訴訟法講座担当の教授に就任。1930年8月、現代法学全集の第30巻に、掲載の論文、治安維持法が発売禁止となり、 当時在職していた中央大学、明治大学、日本大学、武蔵高校、横浜専門から一斉に追放される。同年9月には日本共産党進派を理由に検挙され、50日間検測される。この頃より経済、財政の研究に専念する。1932年12月、ノロエータローラの勧めで日本共産党に入党。 以後非合法活動に入り、二度にわたり、治安維持法違反で検挙される。1935年に出国した後は、いわゆる講座派の一人として、社会政策理論の研究に専念し、特に1938年に刊行した、労働の理論と政策では生産力理論を提唱し、大河内和夫と共に活動した。1938年9月、 人民戦線戦術によって日本共産党再建運動を展開していたとき、昭和研究会労働問題研究委員会の中心世話役を務める企画院革新官僚の稲葉秀蔵の勧誘推薦を受け、労働問題研究委員として、この F ・ミマロの最高政治爆僚組織、昭和研究会に参加した。昭和研究会には、 稲葉秀蔵や勝又誠一ら革新官僚と、朝日新聞社出身のソ連スパイ尾崎秀美を、はじめとする天候最奥らしょい、国体の衣をつけたる共産主義者が結集しており、彼らはマルクス主義に依拠して、戦争を利用する上からの国内革新政策の理論的裏付けを行い、国家総動員法の発動を推進し、この絵新体制海の親として、 大政翼産会創設の推進力となった。敗戦後は、細川カロクラと共に、社会科学研究所の創立に関わったのを皮切りに、民主主義科学者協会の創立への参加、第一回日本学術会議会員に当選、衆議院議員に当選、弁護士登録など、その活動を再び活発化させた。それと、並行して、戦前の苦い経験から、 知会警報研究に関する諸論考の発表や憲法用語の活動を展開した。牧野法学への総批判1から21、関法律時法49巻8号から52巻2号は膨大な著作を残した牧野栄一の方学を批判対象としている。ただし、実質的には未完で終わっている。風早には3回の結婚歴がある。最初は、 1923年、高田玉江と結婚したが、死別。1937年12月、佐藤義子と再婚。戦後離婚し、藤井二葉と結婚。その後、また離婚し、1989年6月に死亡するまで独身であった。元妻の二葉は、離婚直後に再婚し、井原氏二葉となった。ありがとうございます。